します。就活の田中です。ですね、弊社では買い取りを幅広く行ってますけども、今日は横山大観のことについて、横山大観といえばですね、富士山が一番有名ですね。で、うちでもかなり大観先生の、仕事についてはお問い合わせをたくさんいただいてます。横山大観でやっぱり評価の高いのは、そうですね、晩年の作品の方が評価が高いです。そうですね、昭和になってからの作品って言ったらいいでしょうか。やっぱ富士山の、作品の非常に何ていうかしら、大観らしい画風が非常に出てくるのはやっぱり、昭和になってくらいの作品と言ってもいいのではないでしょうか。例えば昭和3年にはこういう、これ山の絵ですね。大観らしい気風が出てますね。それからあとですね、富士山にしても例えばこれは第31回インテに出た、これ昭和21年、こういう、これちょっと白黒の図版ですけども、これ大観らしい図柄になってます。この時の落款がこういう抜け落款ってやつですね。こういう落款ですね。大観のその変遷というのは非常に興味深いもので、若い時の荒削りなちょっと少し幼稚な絵にもやっぱり大観の気概というものがにじみ出てて、大観の画業というのはとても面白いんですけども、価格的にはやはり後年になる方が評価されやすいという、現実もあります。これは大観の落下インプシュってやつですけどね。はい、私どもの連絡先はこういう LINE だと、この QR コードで、ご連絡いただけますし、それからこちらのフリータイヤル0120いつも骨董でも、ご連絡いただけます。よろしくお願いいたします。